ジェイコムからお届け熊本ジーンズ館、ありがとうございます。楽しいですね。一緒に手を振っていただきました。ありがとうございます。さあ、熊本で活躍する素敵な方々をご紹介する番組、熊本ジーンズ館、 MC の時はよしこです。よろしくお願いいたします。さあ、そして今回のゲストはこちらの方です。はい、劇団医師の堀田清です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ちゃんとあの劇団医師のマークもね、そうです、はい、あの書いていただきまして、手書きで、電気の傘みたいですけどね、うん、はい、これも当初これをデザインしてくれた学校の美術の先生が、はい、美術の先生が、はい、そうです、じゃあもうね、立ち上げ当初からこのロゴをね使ってらっしゃるんですね。そうです、はいはい。さあ、あのちょっとご紹介させていただきますけれども、あの堀田さんはアマチュア劇団の、はい、そうです、はい、医師の代表としましてですね、はい、去年なんとめでたく50周年ありがとうございます。お迎えになられたということで、はい、本当におめでとうございます。 ありがとうございます。はい、熊本のねアマチュア劇団をこうずっと牽引していらっしゃった方なんですけれども、うん、今日はですね、演劇に携わるきっかけはもちろんのこと、子どもの頃の話なども含めていろいろ伺いたいと思いますし、それから5月に上演されました記念公演のね、はい、話も含めていろいろと伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そして今回のテーマはこちらでございます。はい、1、人気者のムードメーカー、2、モットーは真面目に遊ぼう、はい、3、舞台の火は消さないということでね、はい、はい、この3つについて伺っていきますけれども、じゃあまずはそうですね、1、この人気者のムードメーカーという話について伺っていきたいんですけれども、はい、堀田さんご出身はどちらなんですか？僕は益城生まれの益城育ちなんですよ。そうなんですか、はい、あら、じゃあ熊本地震は結構被害がね、はい、もうちょっとね痛い目に遭いましたけど。そうですよね、はい、益城のどのあたり？僕あのグランメッセの街と近くなんですよね。そうなんですね、はい、じゃあもう本当震源地の、そうですね、はい、の近くということで、じゃあもう益城生まれの益城育ち、はい、小学校も益城、そうです、はい、うん、中学校も益城、はい、そうです。あ、そうですか。広谷小学校、益城中学校、もう本当に、もう本当に、はい、で高校はどちらに行かれたんですか？熊本商業高校に行ったんですよね。熊本商業高校に、そうなんですね。どうでしょうか、どんなこう子供さんだったんですか？意外とですね、あの人見知りをしなくて、こう、いろんな大人にも話しかけて、なんか親がびっくりして何かあったのかなと思ったら僕ん家の前を通るときはもう僕と喋らないと気が済まないとか、そのおっちゃんたちが言ってくれるそうなんですよ。なるほどなるほど。とかね、アイスキャンディ屋さんを家にこう連れてきて、おふくろに無理やり買わせたりとか、そんなことばかりやってましたね。そうですか、はい、じゃあやっぱりこう一つ目のテーマの人気者のムードメーカーっていうのは当てはまったわけですね。あ、これ学校、小学校中学校がやっぱそうですね、あの特に成績ができるわけでもなく、特に落ちこぼれでもなく、うん、ただもうなんかこうクラスのムードメーカーでこう人を笑わすのが好きだったんですね。そうですか、はい、それはじゃあ今のお仕事にもねつながるところ、子供の頃からあったんでしょうね。かもですね。そしてじゃあ熊本商業高校に行かれて、はい、そしてその後就職というのはされたんですか？はい、それがおかしいんですよ。うん、僕らの時代にはこう、会社の試験が、東京にある会社は東京に行って試験があるんですよね、はい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 、当てたんですよ、だから僕もてっきり夏休みくらいは遊びに行けるぞ、ただで行けるぞと思って東京の会社を受験したんですよ、はい、ところがなんと熊本の水道庁の会館で試験があってしまったんですよ。で、悔しいことにまた受かっちゃったんですよ。素晴らしい。ほらもうほら、受かったら学校のメンツでそこに行かなきゃいけないと。だからそうですね、学校側がちょっと悪い印象になっちゃいますからね。そう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 、お断りすると。だからもうね、しょうもなくって言うと大変ね、会社にとって申し訳ないんですけど、とてもいい楽しい会社だったんですけどね、はい、じゃあそこに一旦就職して、はい、お仕事的にはこう楽しかったですか？楽しかったです。僕、山崎製パンの、はい、本店、工場直営の本店売店だったんですよね。そこで和菓子を売ってたんですよ。はい、ですごいこうなんか僕高校生卒業していたんですけど、身長がちっこいもんですから、うん、こうみんな中卒が入ってきたって言って、みんなこう特に店員は女性が多いですから、皆さんこう見に来るんですよ僕を。なるほど。
ぞ。で僕のことあもう身長がちっちゃくてコロンとしてちょっとぽっちゃりしてたもんですからみんな葵ちゃん葵ちゃんと言ってあらあだ名までつけてもらって、はい、あじゃあそうやって可愛がって、はい、ね先輩方がそうです取引先の先輩方にだからもう先輩の女性が食事にこう連れて行ってくれたりとか楽しかったですね、素敵な思い出ですね。でもねやっぱり本性隠せなくて最初は葵ちゃんだったんですが後ではピンクちゃんになっちゃいましたじゃあそれは触れないでおきましょう。そうですね。はい。そしてその後どういう進路を？ちょっときっかけがあって熊本に帰ってきてこの会社はねちょっと1年足らず辞めたんですけども、次熊本にある旅行会社日本観光クラブというところがあったんでそこにお世話になることになりました。はい、旅行会社。そうです。へえ意外ですね。いや。もともと僕旅行とか好きだったんで、そういう抵抗なかったですね。でむしろこう天井だもんですから旅行一緒に行ってご案内する役だから全然苦痛じゃなかったです、うん、あそうですか、はい、性に合ってましたね、でもなんかこうねどこでも楽しめるっていうのがね堀田さんのもしかしていいところというか、持ち前の明るさがあるからこそできるんでしょうね。まあ、明るいだけが取り柄です。いやいやとんでもございません。はい、じゃあちょっと2つ目のテーマに参ります。2つ目のテーマ、モットーは真面目に遊ぼう。はあはあ、これはねどういったことなんでしょうかね。僕旅行会社に行って添乗して人前で喋ることが多いんですけども、はい、ただもう僕どもりの喫音があったんですよ。だから学校の時教科書読まれるのが一番読まされるのが一番嫌だったんですけども。そうなんですか。はい、でこうなんかうまくそれをこうフォローするものねえかなと思ってたら、たまたま NHK 放送劇団の団員募集をテレビで見まして、あそうだこういう放送劇団とかなんかに入ってみるといいのかなと思って受けたんですよ。でやっぱりこう男性が受ける人少ないんですよね。だからもうここもまた運よく受かってしまったという、はい、しまったそうですか。じゃあここからが演劇の出会いってことになるんですか。そうですね。でその頃は1週間に1本教育放送のラジオドラマがあったんですよ。でそれでこういろんな放送劇のお勉強もさせてもらってて、ところがまあ1年足らずで NHK さんの方針が中央集権になってしまって、地方で番組を作ることが非常に少なくなってしまって、そのみんなの暮らしのもなくなったんで、一応もう放送劇団は解散ということになったんですね。でそこにいた若い子たちだけで、じゃあ今からはその舞台を目指す劇団を作ろうかって言って立ち上げたのが劇団石の始まりなんです。そうですか。はい、だからもうね50年前の話になるわけですよ ね、 そうですね。それがねいやすごいですね。半世紀ということになりますからね。いやこれは長いなと。いやそれもね面白いんですよ、劇団石を立ち上げた時に、まあ、石の上にも3年ということで、そう石という名前を放送劇団の先輩の方がつけていただいたんですよね。だから、まあ、石の上にも3年続けばいいかと。もう一つ含みとしてその先輩がおっしゃるには、石は人から踏まれても形を崩さない、だそういう劇団になんなさいという思いを込めて作っていただいたんです。わすごい、はい、ありがたいですよ ね、 ね、いいエピソードですね。ありがたかったです。だからもう本当にそのように50年続いてきたわけになりますからね、はい、そして公演リストをねちょっと拝見させていただいたんですけれども、はい、通算150公演を超えて、そうです ね、 ね、はい、いますよね。すごいですね。第1回が1972年の4月、はい、72年。うんね、1970年に劇団を立ち上げて、はい、最初の頃はその舞台経験が非常に少ないものばっかりなんで、支援公演として喫茶店で、はい、喫茶店で一月に1回ラストサンデーに公演をさせていただいたんですよ。その集大成として2年後にその喫茶店でやったジャン・アヌイの父親学校という作品を、その頃は郵便貯金会館といいますけども、メルパルクホールでさせていただいて、はい、そのジャン・アヌイがお手本にしていたのがモリエルの、フランスのモリエルの作品だったんですよ。でそれからじゃあモリエル読んでみて、あ面白いということでモリエルの作品にこうずっとしばらく続いたという感じですね。そうなんですね。でプライベートで言いますと、お仕事もその変わられたんですか、この頃。あそうなんですよ、
一緒にこう劇団を始めてやってる時に、さあみんなでやろうっていうのが結構土曜とか日曜が多いんですよね、はいはい、と僕旅行会社にいたんで、あの旅行の添乗をしなきゃいけなくて、こう参加できないとか非常にこう寂しかったんですよ、うん、やっぱりみんなとやることが楽しかったん で、うん、でその頃こう何かいいこう土曜日曜がお休みのお仕事ねえかなと思ってたら、その町の有線放送であの町の職員募集のラジオ、ね、放送を聞いたんで、そうか、公務員だったら土曜はお昼まで、日曜日はお休みやなと思って、まあ、とんでもないこう、ね、気持ちで受験したんですけど、まあ、これまたもう運よく、ね、受かっちゃったんで、すごいですね、素晴らしい、ありがたかったですよね。あ、じゃあもうその頃からじゃ公務員になって、はい、で、劇団医師をこう合わせて続けていくというような形になったわけですね。まあ、まさかこんなにこう長い間続くとはね思ってませんでしたけど、たまたまですね、熊本のアマチュアの劇団で市民舞台ってあるんですが、はいはい、そこにあの県庁にお勤めだった渡辺さんっていう大先輩ですが、うん、いらっしゃって、その方は公務員だったんで、あ、公務員だったらある程度の年齢までこう頑張れるんだなというこう意識が自分の中に芽生えてきまして、うん、で、まあ、いつの間にかこう、ね、5年10年15年と続いちゃったというわけなんですね。あのモットーみたいなのあるんですか？ああ、もううちの劇団本当緩いんですよね。もう、来るもの拒まず去るもの追わずの姿勢なんですよ。で、まあ、モットーはその緩い中でもこう真面目に遊ぼうと、やっぱりこう入場料を取って公演をする、やっぱりこう入場料の分はお客様にお返ししなきゃいけないという、そういうところでこう遊びなんだけど真面目に遊ぼうと、そう真面目に遊ばないとその誠意は伝わらないよみたいな思いで、そういうみんなそれを守ってくれましたね。素敵なモットーですね。やっぱりこう相手に伝わるように演劇をするっていうのは大事でしょうかね。あ、もうやっぱりもう気持ちが一番大事だと思います。まあ、心がないものは相手に響かないし、ね、よく僕例えに出すけど、はい、出すんですけども、高校野球がなんでこう皆さんに支持されるか、やっぱりあの球児たちが一生懸命やってる姿に胸を打たれるんですよね、うんうん、やっぱりお芝居も不真面目にやったら絶対伝わらないし、うん、もう真面目にやんなきゃ伝わらないなと思ったんで、でも真面目に遊ぼうということをもう、うん、うちの医師のモットーにしたんですよね。そうなんですね、はい。まあ、先ほどちょっとおっしゃってましたが、来るものを拒まず、はい、去るものを追わず、はい、ということは結構いろんな方がもう出入りありましたね。あ、やっぱりこう、皆さんやっぱ事情があって辞めるし、うんうん、でこうやりたいと思った時はこう何かの動機で、ね、入ってくるんですから、うん、それをこう積んじゃダメだと思ったんですよ。だからもう来る人はもうどんどん来てください。ただもう去る人は事情があって去るんだから、もう、まあね、自分のまた行った先でいろんなことを頑張ってくださいっていう思いで、だからあのみんな対談した後も結構続くんですよ、あの交流が。不思議と、はい、そうですか、うん、もうなんかもううちの劇団本当家族的な、お父さんがいてお母さんがいてみたいな感じなもんですからね。それはとても素敵ですね。さあ、そしてちょっと最後のテーマに行きますが、はい、最後のテーマがこちらでございます。はい、3、舞台の火は消さない。これかっこいいですね。いや、あのかっこよくない。ただたまたまコロナにこうね、うん、ぶち当たっちゃって、そうですね、はい、やっぱりもう本当にこうホールがダメ、使うのがダメとか、もう稽古する場所がないとかいう風になってしまって、うん、ただそういう時にこうコロナに負けて、コロナがあるからじゃあ延期です中止ですになったんじゃこう絶対良くないと思ったんですよ。だからこういった時にこそこう我々演劇人とかいろんなアーティストたちが頑張ってこう、うん、コロナ禍でできるものをやっていかなきゃいけないなと、うんうん、まあ、そういった意味で絶対こう舞台の日、文化の日を消しちゃいけないなという思いはありましたですね、うんうん、あのじゃあそのちょっと前の熊本地震の時っていうのは、うん、はい、劇団医師さんの公演ってどうだったんですか？あのしばらくやっぱりこうもうみんなが集まれなかったんですよね。ただありがたいことに劇団員のもうそれぞれあの被災はしましたけども、うん、団員たちにはこう異常なあの身体的にね、うん、なんかあのはなか何もなかったんで、やっぱりまた集まってやっぱりこうみんなでやろうって言って、やっぱりあの震災後あの一度あのみんなで公演をやったことありますね、はい、
そしてコロナということですからね、はい、結構だから劇団的にもきつい時期っていうのが続きましたよね。逆にそういうのがあったからこそですね、はい、本当にこうみんな結束力が強くなって、はい、まあ、51年目に50周年をやることになったんですが、はい、でやってる時本番2週間ぐらい前にこうまた事態がこう厳しくなって練習会場の貸し出しができなくなったんですよ、はい、だからちょっとこう苦しかったんですけども、まあ、なんとかやりくりをしてちっちゃい会場を抑えて、本当にこうみんなで密を取らないようにしてやってきましたね、うんうん、そうですよね、まあ、もう密にならないって言ってもね、本当だったらその劇団ですからね、当たり前のことおかしいのがですね、練習やってる時とかこう最初はフェイスシールドとかやってたんですけども、ちょっとあとマスクに変えましてやってたんですけど、目だけしか見えないんですよ。そうですよね、はい、本番になって、いきなりこうマスクを取ってやるわけですよ、はい、だから役者がすごいこうなんかやりづらかったろうなと思いましたけどね。そうでしょうね。じゃあそれ結構大変でしたね、大変でしたね、劇団の皆さんね、はい、でその記念の公演なんですけれども、うん、5月にね、はい、行われたということですけれども、はい、いかがでしたか。もう本当やってよかったですね、うん、確かに練習とか苦しかったですけども、うん、でも苦しかった分逆にこう学んだことがたくさんありましたね、うん、それとやっぱりこうお客さんの反応が非常に良かったということ、あ、そうですか、コロナ禍でよくやってくれたねとかですね、うん、勇気をもらったとかですね、もう逆にありがたいお言葉をたくさんいただきました。ああみんな頑張って良かったねって言って、ただ公演が終わってですね2週間はやっぱりこう気が許せないんですよ。というのがお客さんの中からコロナが、ね、出たらいけないし、また役者スタッフの中が出たらいけないということで、やっぱり2週間は気が休まらなかったです。まあ、それとも公演するにあたってはもう役者スタッフ約60名ですね、全員、PCR 検査をやって、もうみんながコロナでないことをやっぱり確認して、そうすることによってお客様は安心してご覧いただけるのかなと思って、まあ、そんな大変な公演でしたけども、異様に勉強になってありがたかったです、うん、その上演作品っていうのは何を、はい、その5月はされたんですか。アルジャンノンに花束っていうアメリカのダニエル・ケースという人が小説を書いたんですが、それは東京のプロの劇団スバルの菊池淳先生が台本を起こされて、はい、でそれもうちどっちかというともう本当に何回もやってる作品なんですよ。だからスバルさんの舞台も見に行ったりしてるし、でもうちとスバルさんと全然やっぱ違うんですよ。うちの方がテンポがないしベチャッとしてるんですけど、その分なんかやっぱりこう思いはベタッと出るんですよね。確かにプロの方のやっぱりスマートですね、もう本当スマートだけど、やっぱり僕感情の面では僕ら勝ってるななんて、まあ、さ手前味噌なんですけどね、思ってるんですけども、いやでもそれはもう医師ならではの良さというのが絶対にあると思いますのでね、まあ、プロに勝つわけないんですけども、ただ負けない気持ちでやってるのだけはね、分かっていただきたいかなと思ったりします。一番大事じゃないですか。だからこそやっぱりお客さんにも伝わってるし、いや良かったよってね、今おっしゃってましたけれども、感想ね、本当ありがたかったですね、それはきっと見てるお客さんに伝わってるからこそのね感想ですから。どうでしょうか、改めてその堀田さんにとって、はい、まあ、劇団、はい、演劇というのは何ですか。僕はやっぱりこう仲間が好きなんでしょうね。もういい仲間に出会えて、本当にいいスタッフに巡り会えて、もうそれでやっぱりこうやってこれたっていう、やっぱり仲間がいないと僕はやっぱもうお芝居諦めてたと思います。なんかもうお芝居の前にこうそのいい仲間に出会えたっていうのが一番の財産だと思ってます。もうご縁ですよね、はい、人とのご縁がつながって、そして今があると思うとね、またなんか、あ、なんか感慨深いななんて思いますけれども、いや、そしてね、50周年をお迎えになって、そしてこれからっていうのはどんなふうにお考えですか。まあ、これからも、あとこう若い団員たちもいますんでね、もう僕を超えてどんどんこう頑張ってほしいと思いますね、やっぱり今熊本にも今ちっちゃな劇団たくさんありますんで、はい、すごい劇団員同士仲間が仲がいいんで、もっとこうなんかその演劇を通してこう
地域にこう文化を広げてもらいたいなと思いますね。そうですね。いやこれ楽しみですね。やっぱり熊本の演劇界にとって、劇団石そして堀田さんっていうのはね、かけがえのないものだと思いますし、何よりもやっぱり50周年って言葉で言うよりも本当に難しいことだと思うので、これからもですね活躍を楽しみにしておりますので、はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。はい、ということで今回の熊本寺院図鑑は劇団石代表の堀田清さんにお越しいただきました。堀田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。